平野翔幼少期のチョコレートの奇跡を語る。一気に食べきれぬ、バレンタインの宝物、ジャニーズのアイドル、平野翔二十七27が、日本テレビの番組 DAYDAY に出演し、幼少期に体験した、バレンタインの、驚きのエピソードを披露した。その時彼がなんと、なんと、一度に64個ものチョコレートを、 受け取ったというのだ。しかし、これだけの量を一気に食べきれない問題に直面した彼は、驚くべき方法で、そのチョコを保存したという、一体どのような方法だったのか。さらに、彼のバレンタインにまつわる、面白エピソードを、詳しく見ていこう。平野の野のバレンタインエピソードは、まさに驚きの連続だった。 彼が小学4年生の頃、64個ものチョコレートを一度に受け取ったことを告白した瞬間、スタジオは驚きと簡単の声に包まれた64個ものチョコレートとはまさに一般人では考えられないほどの数だ。その数は彼が当時からどれだけ人気者だったかを物語っている彼自身も 直接手渡しもあったし、お家のポストに入ってるのもあったし、出た箱にもありましたと語り、その時の状況を振り返っていた。しかし、そんな大量のチョコレートを一度に食べきれないという問題が生じた。彼が取った解決策はまさに驚きの発想だ。それは、64個のチョコレートをフライパンに集めて一つのでっかい、 チョコにするというものだった。この斬新なアイデアに、スタジオのみんなは、爆笑の渦に巻き込まれたことだろう。幼少期の平野翔は、写真を見れば、一目瞭然の天使のような可愛らしさだったという、彼がバレンタインに、モテモテだったことは、その頃から予見されていたのかもしれない、彼の魅力は、年々増しているようで、今だったら、 彼が受け取るチョコの数はさらに増えることだろう。そんな彼のバレンタインのエピソードに触れると、同じ学校やクラスだった人たちは先望の眼差しを向けることだろう。彼の人気ぶりは今や誰もが認めるところだ。彼のバレンタインの思い出については、今後も彼自身からの貴重な話が期待されるが、 その小学生時代のエピソードは彼の魅力と人気の原点を垣間見せるものとなっている平野翔が幼少期に体験したバレンタインの奇跡のエピソードは彼の人気と魅力を象徴するものとなっている大量のチョコレートを受け取った彼が取った斬新な保存方法は彼のユニークな発想力と愛されるキャラクターを物語っている 今後も彼の魅力に新たな発見があることは間違いない。ヒラの将軍の幼少期のバレンタインチョコレートのエピソードは彼の魅力と人気を示す貴重なものでした。その64個のチョコレートを一つの巨大なものにまとめたという斬新な保存方法は彼の創造性とユニークな発想を象徴しています。 彼の幼少期からの人気は彼の魅力と個性がどれほど多くの人々を引きつけていたかを物語っています。彼のファンたちは彼の幼い頃のエピソードに心を奪われ彼の成長を喜んでいます。